Hey guys, how are you doing? Welcome back to my channel. Today, I'm going to talk about causative verbs. Make, let, have, get. Hopefully, you will understand them better after watching this video. ということで今日はですね、詞役動詞についてお話をさせていただきます。この Octomi TV は日本人英会話講師ならではの英会話学習方法、発音方法、そしてネイティブで答えられない英文法の動画をたくさん上げております。チャンネル登録していただいて、ぜひ他のレッスンもご覧ください。それでは、Let's get it started!はい、今日は詞役動詞の話をしたいと思います。詞役動詞とは、誰々が誰々に何々をさせたのさせたにあたる動詞になります。いろんな動詞が英語ではあるんですけども、代表的なのは、make, let, have, get ですね。今日はこの4つの話をしたいと思います。この4つ、ニュアンス以上の違いがあるんですが、日本語にするとどれも誰々が誰々に何々をさせたというふうになってしまうので、日本人の方にとってはですね、どれを使っていいのかなっていうのがわからなくなると思います。今日はね、それをイメージをね、そうやって説明したいと思います。日本語でですね、私はケンに英語を話させた。この文を英語に変えたときですね、4つの単語を使ってどう違うかっていうのを説明したいと思います。まず、メイクなんですけども、メイクは無理やりそうさせた相手の意思に反してというニュアンスがあります。どれぐらい相手の意思に反してかとかね、どれぐらい強くかっていうのは、まあ文章にもよりますけど、そういうニュアンスが含まれます。イメージ的には、こう引っ張ってきて、いけ!やらせる。こう引っ張ってきてやらせるというイメージがメイクにはあります。I made Ken speak English.ケンは英語を喋りたくなかったのに無理やり喋らせた。こういう感覚がありますね。あとメイクには無理やりそうさせるというわけではなく、そうしなければならない状況を主語が作り出すときにも使えます。例えば、He makes me laugh っていうのは、彼が無理やり私を引っ張ってきて笑わすわけではなくてですね、もう笑わないと仕方がないような状況を彼が作り出しているんですね。彼のそのジョークとかですね、表情、これが自分を笑わす原因になっている、そのシチュエーションを作っているんですね。そういう時にもよく使われます。 She makes me cry、 彼女は私を泣かす。これもですね、無理やり引っ張ってきて泣かすわけではなくって、彼女の話とかですね、が私を泣かせる、別れ話とかで泣かせるとかね、そういう時に使うんですね。そういう状況を、そうしなければならない状況を作るっていう時に使います。あと質問で、What makes you say so? What makes you say so? これよく使いますね。なんでそういうことを言うんですかっていうね、その理由を聞くときに使います。どういう理由があなたにそうさせるシチュエーションを作るかっていう、ちょっと遠回しの聞き方ではあるんですけど、直接的な Why did you say so? よりも好まれます。Why did you say so? っていうのは、訳を聞きたいという意味もありますが、相手を責める。なんでそんなことを言うの?というふうに責めるときにも使われますので、言い方によっては誤解されます。でも、What makes you say so? っていうと、どういうシチュエーションがあなたにそういうふうに言わせるんですかっていうですね、ちょっと、無生物主語っていうんですけども、あなたの考えじゃなくて何がというふうなですね、ちょっと遠回しな優しい表現になります。これはね、よく使われますので、練習してみてください。次は let を使った場合。I let Ken speak English. I let Ken speak English. let も日本語で言うとさせたになるんですけども、させられた本人がそれを望んでいたということの時に使われます。つまり Ken が英語を喋りたかったんですね。もう、日本語はちょっともう嫌だ、喋りたくない。英語を喋りたいっていう時に、じゃあもう喋りなさいっていうふうにですね、喋らってもいいよっていう状況を作ってあげる時に使います。イメージとしてですね、レッドっていうのはこう、解き放つようなイメージがあるんですね。ですので、あ、どうぞどうぞ、こういう感じ、どうぞどうぞ喋りなさいよっていうような状況を作ったんですね。I let Ken speak English.次は I had Ken speak English です。これはですね、日本語に直すとどちらかというと、私は Ken に英語で喋ってもらったになります。喋らせたではなく、喋ってもらったという形になります。そうですね。主語の方がちょっと関係的に下だったりですね、ちょっと上から目線ではなく、頼んでるような形になりますね。つまりですね、
相手に頼んでそれをしてもらった状況の時に使います。 I asked Ken to speak English and he did。 こういうことですね。で、このハブの刺激動詞なんですけど、私が英会話をですね、真剣に勉強し始めた時にですね、ちょっと使い方わからないなっていうふうにね、思い始めて、ずーっとわからないままだったんですよ。なぜかというと、ネイティブが喋っているのをですね、あんまり聞かないんですよね。で、まあ、ハブっていうのは聞き取りにくい動詞でもあるので、自分が気づかないだけだと思っていたんですけども、それにしても全然聞かないんですよ。で、ネイティブにですね、聞いたんですね。これ、どういう時に使うの？本当に使うの？って言うと、あまり使わないと言うんですよ。じゃあどうするの？代わりに使うのは、get だって言うんですよね。I got him to speak in English。で、ここでちょっと気をつけないといけないのは、他の刺激動詞は、動詞の後に、人が来て、その後に原型の動詞が来ますが、get の場合は原型動詞ではなく、to、不定詞の動詞が来ます。で、こっちをよく使うっていうんですよね。で、have は使うのは、ちょっと古臭いよって、あるオーストラリア人の友達に言われたんですよって。あ、そうなんだ。で、まあ、それでね、ネットとかでこう調べるとですね、ネットとかで調べると日本語で書いてる人っていうのは大体二つに分かれてるんですね。海外に住んでいるとか外国人とよく接してる人がその中で感じたこと、学んだことを書いてる方と教科書通りのものを書いてる人と分かれるんですけど、教科書通りだとですね、have の場合は頼んでしてもらった。get の場合は、そういうふうに説得してもらった。っていう風になるってことになってるんですね。だから、程度の違いだけで、これ、はっきりした区別わかんないなと思ってたんですけども、ネイティブの側でですね、書いてる人っていうのは、この二つはほとんど変わらないよっていう風に書いてるんです。で、確かにですね、オーストラリアの友達も変わらない。ただ、ハブっていうのも存在はするっていうんですね。ほとんどハブは使わないけども、それは自分の周りだけの話かもしれない。他の国では、他の英語圏では使うかもしれないし、ジェネレーションによっては使うかもしれないっていうんですよね。で、まあその程度のものだっていうんですよ。で、アメリカの YouTuber の人のね、チャンネルを見てたら、そういうことを言っていました。やっぱりそうなんですよね。で、多分古い言葉だと思います。ただ、書き言葉では、ハブの方がいいのかなと思います。get というのはですね、なんかこう、言葉にこう、躍動感がつくんですよね。やってもらったんだっていうのと、していただいた。この違いだと思うんですよ。会話の時はやってもらったんだの方がいいじゃないですか。こういう、get ってこういう感覚があるので。でも書く時は、やってもらったんだっていうふうに書くよりも、やっていただいたっていうハブを使う方がいいと思うんですね。で、エッセイとか、そういうもの、記事とかにはやっぱハブの方が好まれると思います。その中でゲットはね、見たことないですね。で、会話だったらどっちでもいいですけども、ちょっとハブは古臭いっていうふうに思われるようですね。ゲットというのはですね、動詞の代替でよく会話では使われます。例えば、I received the package.っていうのを I got the package っていうのをレシーブをパッケージに変えてしまったり、 I reached there っていうのを I got there っていうふうにリーチをゲットに変えてしまいます。このようにですね、ゲットに変えることによって文が躍動感がついて簡単になるんですね。ですので会話では好まれますけども、書くときはやはりちゃんとしたね、単語を使う方がいいんです。ということで今日はですね、刺激動詞についてお話をさせていただきました。ためになったなと思われる方はいいねお願いします。それでは See you! バイバイ。